はい、えー、いつもご視聴ありがとうございます。はい、ちょっとこっちのパソコンのカメラ音小さかったらですね、ちょっとあのそ音量を、えー、大きくお願いします。はいえー、ちょっとスマホをちょっとね、買いたいんですけれども、ちょっとね、今迷ってましてですね、なんか楽天で、楽天でなんか、うん、3万円ぐらいのが9000いくらで買えるっていう。うん なんか中古屋さんとかもなんかちょっと見に行ったんですけどなんかそんな安くないっていうかねうんあとバックマーケットっていうのあるんですけどどうもねどうも新品で買った方がやっぱりいいような気がしてですね、はいえー、どうもすいません、はい、えー、やっとですねなんていうか議会であのー、ねあのーえー、今今見,見てほとんど見たんですけど大石あきこさんっていう。 方のチャンネルがありまして、まあ、それをですねちょっと私があの、えーまあ、も,うもう相当経ちますけどフェイスブックのグループを作りましてですねそれ相当前ですけどね、えー、も,うもう最初からもう、うん、まあまあ私はもうあのこれあのイベントがですね始まる前からまあまあこれは,は分かってたので、うんあ,のうん、あれのことはね。うん まあそれがどうやってそういうふうに持っていくかをまでは分かんなかったですけどえあれはうんあれしちゃだめだよってずーっとね YouTube でも言ってたしそしたらすぐ聞いてね聞いてねうんえまあブログしょうがないからブログでやってましたけどねホームページとねもう本当になんかもう音楽どころじゃないっていうかね そういうい感じで、まあ2019年からやってきたんですけど2019年のそうですね、うん、まあ夏とかそのあたりからですね本当に、うん、本当にああこれはもうあこういうことになるんだってね分かったのでですね、うん、まあその時点でもね結構まあいろんなことがねもうなんか暴かれててですね、うん でこの人たちに嘘なのかって言ったらどうてもね一般の方ですしねみんなねあの嘘つくうんあの嘘つく人って分かるっていうか分、うん、かるのでね大体分かるじゃないですか何かね、うん、いかがわしいいかがわしい雰囲気とかね分か,かるじゃないですか人間ってね、うん、だからうこれねまあ全部が全部ね本当かどうかっていうのは もちろん分かんないけどもあの、うん、大筋ね、うん、そして私もいろんな人のを見てですねやっぱ共通点をずっと探,す探してたんですよね。うん、でこの人とこの人の言ってることは同じと、ね、で大体同じだけどちょっとここが違うとかね、うん、そういうのをずっと探しててまあ今はですね もう,もう多少違ってもっていうかもうそんなことにこだわってらんないっていうかですね、うん、もうまあ誰が正義の味方でも何でもいいしですね、うん、やっぱりですね、えー、ずっと言ってるように集合的無意識がですね、えー、地球全体で考えてですね集合的無意識が無意識ですね有意識じゃなくて、えー、寝てる時の意識っていうかですねそういうのが 問題と言いますかね。ああ切れちゃうなこっちがああこれパソコンのカメラ切れちゃうな。ちょっとこれはアウトでこっちのチャンネルだけにします。スマホだけにします。切れちゃったから。はいはい、えー、もうもう一回喋ればいいか。はい、えー、それで今大石明子さんという方のねこれ議会でやったので、えー、あの大石明子さんの YouTube ね、えー、これを見ていただけたらなと。<laughs> まあまあ今まで別に何ですかねいろんな他のまのマイナーなテレビ局でもねもう一生懸命やっててそういうそういうので有名な方もまあ結構いらっしゃるわけですけどね、うん、まあね、まあ、あとは賛成党さんもやってるしねいろいろやってるじゃないですか NHK とはやんないけど <laughs> NHK とはやんないですけどねうん。 うん、そのうちやるんじゃないかなも、まあ、こんだけね出ちゃえばね、うん、こうしたらこれはこの大石明子さんのっていうのこテレビでやったのかどうか分かんないですけどねうんそこはちょっと私まだ確認してないですけどねえテレビでそうするとテレビでやってくれればこれ結構ね、うん、見る人は見ますからね、うん 相当ねテレビの力ってやっぱね、うん、NHK やってくれればね、うん、テレビではやってないのかもしれないです分かんないですね分かんないですねちょっとねその辺ねええー、まあでもこうやって一回出ちゃえばね、うん、えれいわ新選組のねあの支持者の方も多いですしね、はい、多いですからねええー。 はい、私もだから山本太郎さんあのあのメインチャンネルの方でねあの,あのなんだっけチームバチスタっていう映画があるんですよチームバチスタのですねあのジェネラル・ルージュの凱旋っていうね,ねあ,れあれを見ちゃうとねもう山本太郎さんもうほに好きになっちゃいますやばいですよあれねあれは見ちゃいけない <laughs> あれは見ちゃいけない <laughs>、えー、ということでですね ぜひですね、えー。これで、うん。これもう、もう、ツイッターなんかではもうすぐバーっと出ちゃうからね。うん、問題は、だからあの、ツイッターじゃないんですよね、うん。ツイッター見てない人なんですよね。ツイッ,、うんうん、ツイッター、フェイスブックとかね。うん、まあ、フェイスブックはね、もうグループしかないからね。グループとかだったら、グループに入るしかないですからね。うん まあまあ同じか同じくですかねそういうことね、うん、だからまあい,いつも言ってるでもこう議会でね議会でやったってことがこう一体言わないじゃないですからねもうこうねしかもその大石明子さんが YouTube でやってるわけで,でこの動画がですね削除されるかどうかなんですよねこの YouTube でね。 うん、あのそこがね、うん、どうなのかなっていうね、うん、あの分かんないですけどねはい、えー、まあいろいろね、うん、あのまあ「まあ、ちょうどいい大学さん」とか言ってきましたけどね、まあ、それもそうだしですね、うん、だけどこの三角ピラミッドの中で一体何が起きてるのかっていうかね分かんないですけどねうん。うん えー、その辺ねあの本当にあの、まあ、ざっくりわかるさんのようにねざっくりわかるさんでね、えー、支配者になってみて考えてですね、えーそのうん、どうなんだっていうかねうね、ん、あのはいどいい大閣さんねどいい大閣さんでさえまあ何者かにね、えー、支配されてると思うんですけどもね。うん それはご本人さんが言ってたんでね私それ見てるのではいちょうどいい体格さんですね、うん、はいでもね、えー、一体このうんどうなってん、うん、それよりもね、うん、それよりもねやっぱりねこの間のやっぱ税務署とか、うん、税務署とかこやっぱりね公務員にね圧力かける方がね これねねねやっっぱ聞くっていいううか、ね、私はそう思います、ね、だからこの間の市役所行ってね、えー、まあ3カ所で聞いてきましたけどねいろいろね、うん、今までの,あの2019年からのねあの知識をねもう端的にね、えー、だからスマホにね何をしゃべるかねちょこっとだけメモしててまあそんなの見ないですけどね、うん、これからメモしといてね、うん、いつでもこううん。うん あの証拠っていうかねそういうのがパッと出せるようにね、うん、まあ何でもいいんですね崎谷さんの本でも何でもいいしですね何でもいいんですよいろいろねまあ一番わかりやすいね「ヘブニーズさんって知ってますか?」みたいなねヘブ「ヘブニーズさん知ってますか?」でもそれで一発で終わりですからねそれでもうダーッとね動画が。 何百本か分かりますしね <laughs>、うん、一番分かりですね歌を見れば分かるからですね、うん、あとなんでしょうかね、はい。ということでれいわ新選組さんがね,、うんえーはい、ねこれは大きな前進っていうかですね、うん、さっきね800回だったんですよ。 視聴回数がそして1回,よ1回読み込みしたら2300に増えてたんで今もうね5000ぐらいになってるかなちょっとちょっとやってみますかちょっとねほらこれこれライブだからコメントがこんなについててねどうですかね視聴回数はい2897ですねま,まだ1時間だからうん まあ1万ぐらいはいくでしょう少なくともねこんなうん例は新選組だからね、うんうん、はい、はい、ということではいどうもすいませんはいもう一回通べるかな、うん、もう一個ね裏側のチャンネルにも撮りますねはいはい失礼します